これまで数々の芸能人の交通事故トラブルが報道されてきましたが、そんな中でも、ひき逃げ事故は国民に大きな衝撃を与えてきました。今回は、ひき逃げをした芸能人を衝撃順にランキング化しました。1位、吉沢ひとみ。吉沢ひとみさんは、1985年4月12日生まれ、埼玉県入間郡三芳町のご出身です。凛々しい眉毛と切れ長の瞳、高い鼻が印象的な美形顔が人気の、元モーニング娘。のメンバーです。モーニング娘。では、第3代サブリーダー第4代リーダーとして活躍。低音で力強い声質で人気を博しました。以後は音楽活動のみならず、多数のバラエティ番組出演。サッカーワールドカップやバレーボール中継のゲスト出演など、ソロ活動を精力的に行って、2018年9月6日、東京都中野区東中野の東京都道317号環状6号線にて、乗用車を飲酒運転して赤信号を無視して横断歩道に侵入。渡っていた歩行者と自転車を跳ね、ひき逃げした容疑で中野警察署に逮捕されました。吉沢は自分で車を運転して事故現場に戻り、逮捕されましたが、呼気から検出されたアルコール量は 0.58mg と、基準値の4倍に達しており、さらに2007年に弟を交通事故で亡くしたことをきっかけに、交通安全運動に積極的に参加し、地元で一日署長を経験したこともあるのに、このような事故を起こしたことで日本中に大きな衝撃を与えました。11月30日に判決が下り、懲役2年執行猶予5年という、猶予刑としては極めて厳しい判決を受けることになり、そのまま芸能界を引退しました。2位、萩原流れ。萩原流さんは、1953年4月8日生まれ、東京都世田谷区のご出身です。ザ・スーパーカムパニー、塚公平事務所などに所属していた俳優です。代表作に舞台、ホワイトレビュー1977年などがあります。テレビドラマやバラエティ番組にも多数出演しました。夫婦でうつ病を患っていることをカミングアウトし、話題になりました。2014年10月25日、杉並区内を車で運転中に50代男性に後ろから車で衝突し、救護せずにそのまま走り去りました。被害者の男性は左腕に2週間の怪我を負い、防犯カメラに萩原流さんの車が映っていて、車にもぶつかった跡があったとのことです。そのわずか半年後には青梅街道をバイクで走っている時に、警察の護送車に接触され、3位、伊藤健太郎。伊藤健太郎さんは、1997年6月30日生まれ、東京都のご出身です。モデルとしてデビューし、男性ファッション誌、メンズノンノーを集英社、ファインボーイエズ、日の出出版、などで活躍します。その後、フジテレビ系ドラマ、昼顔、平日午後3時の恋人たち、で、俳優デビュー、その他、映画、俺物語、桜田リセット、前編後編先生、TBS 系ドラマ、仰げば尊し、同局ドラマ、レンタルの恋などに、出演する人気の若手俳優です。10月28日午後6時頃、渋谷区千駄ヶ谷の外苑西通りを車で走行中に、交差点で U ターンをしようとした時にバイクと衝突しました。バイクは転倒しましたが、伊藤健太郎さんはバイクに乗っていた男女2人を救護することなく、そのまま車で走り去っています。そのひき逃げ事故を見ていた目撃者が、走り去った伊藤健太郎さんを追跡して、現場に戻るように説得したため、伊藤健太郎さんは事故現場に戻りました。バイクに乗っていた男性は軽傷でしたが、女性は足を骨折する重傷を負っていて、事故翌日の10月29日、自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の疑いで逮捕されています。伊藤健太郎さんのひき逃げでの逮捕は、出演映画のとんかつ DJ あげ太郎の公開前日だったこともあり、非常に大きなニュースとして取り上げられました。この事件が原因で NHK は2020年12月放送予定の夜の連続テレビ小説、うっちゃんからの降板を発表。
フジテレビは取材に対し10月29日から31日に放送予定だった番組を全て差し替えるなど世間に大きな影響を与えました。4位、ハルベリー。ハルベリーさんは1966年8月14日生まれ。アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドのご出身です。1987年のミス USA で準優勝し、モデルの仕事を始めます。89年からテレビドラマに出演し、スパイク・リー監督のジャングルフィーバーで映画デビュー。人気 SF アクションシリーズ、X-Men でミュータントのストーム役を演じ、以降のシリーズ作品にも出演する。マーク・フォースター監督作、チョコレートで、ベルリン国際映画祭の最優秀女優賞を受賞。アカデミー賞ではアフリカ系アメリカ人として、初めて主演女優賞に輝きました。ハルベリーは2000年2月にひき逃げ事故を起こしています。赤信号にもかかわらず、交差点に進入し車と衝突。衝突された車の運転手の女性は手首を骨折し、さらに背中や首にも怪我を負う重傷。ハルベリー自身も額を22針も縫う怪我を負っていますが、その場で警察を呼ぶことなく病院に直行してしまいます。このひき逃げ事件によって、ハルベリーは保護観察期間3年、罰金$13,500200時間の社会奉仕活動を言い渡されました。5位、清水健太郎。清水健太郎さんは、1952年10月11日生まれ、福岡県小倉市のご出身です。1976年、失恋レストランで歌手デビューすると、シミケンの愛称で親しまれて人気を博しました。テレビドラマや V シネマなどで俳優として活躍。近年では、覚醒剤取締法違反での逮捕などから、芸能界での仕事から離れています。2008年10月27日午後に東京都台東区の交差点で乗用車を運転中、自転車で交差点を横断していた男性と衝突し、軽傷を負わせそのまま逃走。3日後、警察に出頭し逮捕されました。自動車運転過失傷害と道交法違反の罪で起訴され、検察には懲役10ヶ月を求刑され、2009年1月28日に懲役7ヶ月の実刑判決を受けました。6位、千田光男。千田光男さんは、1947年7月29日生まれ、1969年、ラジオ、ワゴンでデートで DJ デビューすると、72年、情報バラエティ番組、銀座ナウの司会を務めて、ブレイクします。那覇っつのギャグが有名になり、千田光男ゲームがブームになるなど、人気を博しました。千田は、2000年9月、東京都千代田区皇居外苑の二重橋交差点で、信号待ちをしていた乗用車へ追突したにもかかわらず、その事故現場から逃走したため、約 600m 離れた路上で、追突された会社員の男性に取り押さられた後、警視庁丸の内警察署交通課が業務上過失致傷及び道路交通法、救護義務違反で千田を現行犯逮捕しました。逮捕当時、酒を飲んでいたことが判明すると、道交法違反、酒気帯びの容疑も追加され、運転免許証の取り消しと罰金刑の処分を受けました。7位、井上雄介。井上雄介さんは、1980年3月1日生まれ、大阪府大阪市のご出身です。2000年5月に石田明とお笑いコンビノンスタイルを結成。お笑いの賞を多数獲得し実績を積み重ね、2008年に M1 グランプリ2008で優勝すると、一躍その人気は全国区になります。現在は、バラエティ番組やライブを中心に精力的に、活躍の幅を広げている人気を笑い芸人です。2016年12月11日夜、東京都世田谷区内で、自身が運転する乗用車がタクシーに接触する事故を起こし、警察への通報や救護措置をせずに現場から逃げ、これを受け活動を自粛します。翌年2月1日に自動車運転処罰法違反、過失致傷、及び道路交通法違反、ひき逃げ、容疑で書類送検され、2017年3月6日に、不起訴処分となりました。8位、
リンジー・ローハン。リンジー・ローハンさんは1986年7月2日生まれ。アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区のご出身です。3歳から有名企業のテレビコマーシャルに出演し、その後ディズニーのテレビシリーズを中心に活躍。映画初主演作ファミリーゲーム双子の天使でヤングアーティストアワードを受賞し注目を浴びます。その後フォーチュンクッキー、ミーンガールズとヒットが続き、同じくディズニーアイドルのヒラリーダフと人気を二分する存在になります。リンジー・ローハンは2012年9月19日にひき逃げ事件を起こしています。ニューヨークでリンジー・ローハンが運転していた車が歩行者の男性の膝に接触、一旦車を止めて同乗者が降りてきたものの、被害者を救護するわけではなく、自分たちの車の損傷具合を確かめてから走り去ったようです。リンジー・ローハンは事件から30分後に逮捕されましたが不起訴処分となっています。ここまでひき逃げ芸能人衝撃ランキングトップ8を紹介してきましたが、いかがでしたでしょう？したらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。